天子最高軍の運州進行とは、永六1 2年6月、運州奪還を目指す天子最高軍が、田島国から船に乗って、海を渡り、島根半島に上陸して、毛利軍より、真山次郎を奪った戦いである。毛利元なり、秋国の吉田軍山城に生まれる。大内、天子氏を滅ぼし、中国地方随一の戦国大名となった。 16世紀の前半から中盤にかけて、中国地方は、大内氏と天古氏の対立を中心に、各地で争いが行われてきた。しかし、天文20年8月、大内氏の重臣、東高房がクーデターを起こし、主君である大内義高を殺害する事件を契機として、中国地方の勢力構図は大きく変わっていく。この事件を契機として、 頭角を表してきたのは、秋国を拠点に活動する戦国大名、毛利氏であった。毛利氏の当主、毛利元成は、天文24年10月1日に、東春方を、五福島の戦いで破ると、工事3年4月には、大内氏を滅ぼし、傍聴二国を新たに支配した。そして、永六二年には、備中国へ兵を進め、天子方の国人、 長子を屈服させると、同国の有力国人、三村氏らと手を組むことによって、備中一国を平定する。A65 年6月には、天越市の岩見国の拠点、山吹城を攻略して、岩見銀山を掌握し、岩見国も支配下に収めた。一方の天越は、大明寺の変以降に、岩見方面へ勢力を伸ばし、岩見銀山の掌握と、経済基盤の拡大を図った。 しかし、英六三年十二月二十四日に当主であった天子春久が急死し、その後を着難、天子義久が継ぐと、外交政策の失敗等もあり天子氏の勢力は弱体化していった。義久が継いで二年と経たない英六五年中頃には、天子氏の支配する領域は、拠点である出雲国と沖国、西方期の一部を残すのみとなるまで減少する。戦国大名。 天子氏が居城とした合算戸田城。永六五年7月3日、毛利氏の当主、元成は天子氏を滅ぼすため出雲へ進軍する。元成に引きられた毛利軍は出雲へ入国すると、天子方の有力国人らを次々と服従させつつ、陣を進めていき、永六五年12月には、島根半島の荒熊へ本陣を構え、天子氏の居城。 ガッサン・とダ・シロゼメを開始する。このモーリ軍の進攻に対し、アマコ軍は各地で戦いを繰り広げつつ激しく抵抗していった。しかしながら、A66 年10月に島根半島に位置する補給要女王を白六城をモーリ軍によって奪われると、続いて A68 年諸島には西宝器一円をモーリ軍によって支配され、アマコ氏の居城、ガッサン・とダ城は、 完全に孤立する。こうして、天子軍の補給経路を絶った上で、毛利軍は、A68 年4月に、荒い合いから、星上の山へ本陣を移すと、ガス山戸田城への攻撃を開始する。毛利軍は、城下で麦なぎを行うとともに、同月17日には、ガス山戸田城へ総攻撃を行った。この攻撃は、アマ軍の抵抗により失敗に終わるも、その後、 毛利軍は、兵糧攻めの作戦に切り替えて、ガサンとダ城への圧力を強めていった。A69 年11月21日、巨城であるガサンとダ城を、毛利軍によって包囲されていた吉久は、これ以上戦うことはできないと判断し毛利氏に降伏する。同月28日、吉久は城を明け渡し、ここに戦国大名、天腰は一時的に滅びることとなる。 山中高生、出雲天子氏の家臣、天子氏滅亡後、主家最高を目指し奔走する。天子氏滅亡後、巨城であった合スさ田とダジ及び天子氏の所領は毛利氏の支配下に置かれることとなった。吉久とその兄弟三人は、一部の従者と共に、延明寺へ連行され幽閉のみとなり、その他の天子家臣らは、出雲から追放され、老人となった。 滅亡した天子氏であったが、天子諸老人の中には、一族の最高を目指す者がいた。その中心となった人物が、山中康生である。A61 年、康生は各地を放浪した後、当時、同じく天子の維新で、松永久秀の配下となっていた、王道、秀綱の頼りを受けて京へ登ると、京の東福寺でそうとなっていた、天子勝久を減続させ、 天子最高軍の大将として擁立する。この新たに大将として擁立された勝久は、天子新宮党の一族、天子正久の五男の生まれで、同じ天子氏一族のものであった。しかしながら去る天二23年11月1日、当時の天子家当主、天子春久によって、新宮党一族の粛清が行われ、一族の者は殺されるか、あるいは、 天腰の両国外へ逃亡することとなった。当時、幼子であった勝久は、この粛清から逃れるため、奪人に抱えられ、富田から、貧乏の徳分寺へ落ち延び、成長後に、この東福寺でそうとなっていた経緯があった。天腰の血を引く一族を見つけ出した高世らは、各地の天子維新らを集結させると、京に潜伏して密かに、天子家再興の機会を伺うこととなる。 大友総麟、文後国薄記城を本拠とする戦国大名。最盛期には北九州六カ国を支配した。大内氏、天腰を滅ぼし、中国地方をほぼ手中に収めた毛利氏が次なる目標に定めたのは北九州を収める大友氏の討伐であった。毛利氏と大友氏は以前より無全国の文字上をめぐってたびたび争いを繰り返してきた経緯があった。 しかし、天子氏が滅亡する前の A67 年7月、当時の将軍、足利義輝の圧戦により、豊か稽和と呼ばれる和平協定が締結され、毛利氏と大友氏との争いは、急戦状態となっていた。この和睦は、天子氏討伐に集中したい毛利氏にとっても、無前の毛利法の黒人等に、たびたび反乱を起こされ、その支配体制が不安定となっていた大友氏に、 とっても、都合の良いものであった。これにより、毛利氏と大友氏との争いは収束するかのように、見えた。しかしながら、A68 年6月、大友氏が、武前の毛利法の国人、長野地区を守るのより長野城を攻撃したことで、再び領主の間に緊張が高まる。長野氏は、同年八月に、大友氏に降伏し、朝廷が仲介した講和もわずか一年足らずで、 境外化していくのである。さらに、永6十年六月、大友氏は、毛利法の国人、高橋明氏を討伐するため軍を起こす。畜全国の岩屋、法満城の城忠氏である、干渉は、大友氏の一門、一万伝氏の出身で名族大倉流、原田はじめ門の高橋氏の名跡を継いだものであったが、去る永6五年、大友氏を裏切り毛利氏に味方した経緯があった。 同月10日、大友軍が法満城に着陣したところ、かつて、毛利氏に味方していた豊か地区の国人衆、秋月氏や宗方氏らが官主に呼応して、再び大友氏に背いた。さらに、A61 年2月には、立花城の首相、立花秋都氏が官主の誘いを受けて、毛利氏に味方する事件も発生する。大友氏は秋都討伐のため軍を派遣し、 同年7月4日に、立花城を攻略する。道城は、大友氏の所領するところとなり、秋都市は逃亡中に打ち取られることとなった。こうして、毛利氏と大友氏は、豊か地区の国人州と大友氏との争いを、契機として、再び全面戦争へと突入していくのである。A61 年6月、元成は、九州の反大友勢力を支援するため、 伊予国に出兵していた、吉川元春、小早川隆景の両軍を本国である、秋国に帰還させると、同年8月には、両将を北九州に派遣し、大友氏との争いを本格化させてゆく。九州に着陣した、吉川、小早川の両軍は、大友方の諸城を、次々と攻略して、陣を進め、A62 年3月中旬には、立花城へ向け出陣する。 この立花城は標高367メートルの立花山に築かれた城で回路交通の要衝でもあり、また海外貿易のようとなる博多港を支配する上でも重要な拠点であった。同年4月には元成も病身を押して居城である吉田軍山城を立ち、長戸国へ向けて出陣する。元成は同年五月に調布に入ると、ここに本人を構えて、 大友氏討伐の拠点とした。この時、元成の出陣に合わせ、山陰地方の多くの国人たちにも、九州への出兵が命じられており、山陰地方の毛利領の警備は手薄となっていった。同年4月16日、元成は吉川、小早川の領軍を、立花城の麓に着陣させると、立花城への攻撃を開始する。これに対し大友氏は、都市関連。 吉広管理、薄木明足の三郎を救援部隊として派遣し、立花城下で毛利軍と激しい戦いを繰り広げていった。結局、うるう5月3日に立花山城の兵糧が突きかけていたのため、城にいる大友方の首相たちは、大友総林の同意を得て会場、毛利軍が領した。これにより、立花城をめぐる大友、毛利領軍の戦線は硬着することになった。 毛利方の予想に反し、大友軍はその後も一向に撤退しなかった。結果、毛利軍の主力は立花城に釘付けとなり、戦いは長期化の様相を呈するのである。天子勝久、天子氏一族、天子正久の五難。東福寺でそうとなっていたが、山中高生らに要され現続し、現属し天子最高軍の大将となる。この毛利、大友軍の戦いの様子は、 雑説となって、出雲にも伝わっていた。この情勢を、天苔最高の後期と捉える者がいた。出雲の新婚神社の社家一族、秋上三郎衛門上である。秋上氏は、出雲大社の出雲国造一族、北島四方の一神官として、新婚神社を北島市に代わって務める、官主の一族に過ぎなかったが、英少年間の中頃から、 天子氏と結びつくことによって、新婚神社の精神主の地位を獲得し、出雲大社の一死者に過ぎなかった、新婚神社の自立化と権力の掌握を図ってきた経緯があった。また、永正14年には、一族の一部の者が天子家家臣に組み込まれるなど、秋明氏と天子氏は緊密な関係にあった。幸いますは、山陰地方の毛利領の警備は、手薄となっていること。 また、毛利、大友軍の戦いは長期化の予想を呈し、すぐさま毛利軍の主力は山陰地方へ引き返せないことを予測し、密かに敬に上る。そして、潜伏する天子勝久、山中康生と申し合わせ、出雲進行への後期であることを伝える。果たして a 6十2年6月、勝久率いる天子最高軍は、出雲に向けて兵を挙げる。当初、 勝久に付き従う将兵は数百名程度であったという。この時、ア子最高軍を支援したのは山名悠豊であった。山名氏の総帥として長年にわたって天子氏と敵対してきた悠豊であったが、両国であったビンゴ、ホ稲葉を毛利氏によって制圧されてきており、勢力回復を図るにあたって手を結んだと考えられる。 勝久ら天子最高軍は、ユ豊の重心、柿キヤハリマを、頼り慶からユ豊の両国、田島国へ向かうと、丹州の海賊、ナサ日本の助の力を借りて数百艘の船に乗り、沖国へ渡る。沖へ渡った勝久一行らは、領主、沖田め清に歓迎され、ため清は、わざわざ、原田の勝山に城を築いて、勝久を迎え入れたという。 これら一連の天子最高軍の動きは遠く離れた長戸国や文豪国へも噂となって流れていった。A62 年5月、どこまで情報を得ていたか定かでないが、文豪の大友総林は北九州へ毛利法の武将として従軍していた旧天子家臣、前原綱官に対し、この機会に勝久ご一家最高に協力し、本意を遂げられることが寛容に行こうとして、 甘子家最高軍へ味方するよう進めている。また、調布に在陣する、毛利元成の死体も、甘子浪人とも、ただ死臭にさ集まり、一気のくわての湯という雑説となって知らされていた。しかしながら、幸いますら甘子最高軍が予期した通り、元成も即座に、山陰地方の防備を強化するだけの戦力的余裕は、なかった。元成は、山陰地方の常磐島に、 これらの一気に注意するよう書状で伝えるだけに止め、引き続き、調布に、在人市大友氏の討伐に力を注ぐこととなる。中山の山頂から望む島根半島の千尺湾。千尺湾は古代より本土から沖国へ渡る港であった。A62 年6月23日、天子最高軍は沖国から京州に乗って海を渡り、 島根半島の千尺湾に上陸すると近くにあった中山の砦を占拠する。勝久らがここで天子家最高の劇を飛ばすと国内に潜伏していた旧神らが続々と集結し五日のうちに三千余りの軍勢になったという。出雲に上陸し大勢となった天子最高軍がまずはじめに目標に定めたのは島根半島の重要拠点、真山城色の攻略であった。 真山城は、島根半島の北山山脈に位置する標高256メートルの真山に築かれた城であり、かつて、毛利氏が天古市の重要拠点である白六城を攻める際、吉川元春が陣を敷いた拠点でもあった。天古市滅亡後、毛利氏は白六城を廃城して、この真山城を白六城に代わる新たな島根半島の拠点として整備していたため、 日本海側からの補給要衝として、また、合算戸田城の補給経路を断つ上でも、重要な拠点であった。同月下旬、勝久率いる天子最高軍は、真山城を攻撃するため進軍する。この時、真山城を守っていたのは、だが源流であった。戦いは、天子最高軍が、真山城へ攻め込むと、源流は一戦にして破れ、城を捨てて退却する。 天子最高軍は1日にして、真山城のダッシュに成功するのである。戦いに勝利した天子最高軍は、新宿北岸に位置する末寺に城を築き、この城を拠点とした。この末次の地は、かつて、毛利氏が天子氏を滅ぼすために本陣とした荒熊城から西方に1キロメートルばかり行ったところに位置し、天子氏の居城。 ガスサントダ城を攻める際にはこの地を抑えることが重要であった。天子コ滅亡後、アラグマ城は廃城となっていたため、アラグマ城に代わる新たな拠点として、天子最高軍が整備した城と考えられる。末継城に本陣を移した天子最高軍は、かつての天子コの居城、ガッサントダ城を攻略するため準備を進める。ウナミ、ヤマサ、マルセなど、 ガスサン・城の周囲に10箇所余りの向かい城を築くとともに、1ヶ月の間に、毛利リ方法の城を8箇所攻略し、山陰地方の各地で合戦を繰り広げつつ、勢力を拡大させていった。そして7月中旬、ついに、天子最高軍は、ガスサン・城攻めを開始する。一方、毛利氏は、大友氏との争いの末に、立花城を奪取するも、引き続き、 大友軍が立花城に泊まり続けたため、軍を動かすことができないでいた。毛利氏の立場が厳しくなってくるのは、この頃からである。うるう5月下旬、北九州において、反大とも勢力の一翼を担っていた、秋月と根ザが、長い牢城の果てについに、大友氏に降伏した。7月下旬頃には、出雲において、在々ところどころの者とも、 残すところなく彼老人にどう行こうと合算と打場の上主天野高主家が書上で伝えるように、出雲国一円を天子最高軍が支配する状態となった。さらに10月11日には、大友氏の支援を受けた大内照広が海を渡り、その翌日には、須王山口の大内屋敷屋を襲撃してその地を一時、占拠する事態も発生した。毛利氏の両国支配体制は、 一点、最大の危機を迎えるのである。ここに至って、毛利氏の当主、毛利元成は、北九州に在陣する毛利軍の撤退を決定する。10月15日、立花町に在陣する毛利軍は、野見宗勝、桂元重、坂本優等わずかな兵を残して撤退を開始し、その他の北九州に在陣する毛利軍も随時撤退していった。 11月21日には城に残っていた宗勝らも退却し、毛利軍は文字城を残して北九州からすべて撤退する。これにより、毛利氏の後ろ盾を失った北九州地方の毛利法の黒人党は相次いで大友氏への降伏を余儀なくされる。今回の戦いの引き金となった高橋明氏も所領を召し上げられて、無前をぐらい移されることとなり、 官主の所領であった、法満、岩屋領城は、高橋氏の名跡を継いだ、吉弘管理の子、陳主が治めることとなった。多大な犠牲を払ってまで出兵した毛利氏の北九州への侵攻は、完全に失敗に終わるのである。他方、大友氏にとっては、この戦いによって、両国内の反乱勢力が一掃され、支配体制の強化が図られた。これにより、大友氏は、 一族の最盛期を迎えることになる。下記の武将は陰徳太平器のみ記載あり。ありがとうございます。